はい、こんにちは、スレトルトと申します。幻想牢獄のカレードスコープ、通称ゲロカスの実況、引き続きやっていきたいと思います。前回この一番下にある金髪の子、ミナちゃんが処刑されたんですけど、まあ見にくかったねお互いをけなしまくって、罵り合いまくって、お互いを裏切って、もうボロクソになって、もう後味悪く、やられましたが、通称ゲロカス、その通りの、素晴らしい出来でございました。ということで引き続きやっていきたいんですが、こちらのゲームね、まあなんて言うんだろうな、最後この右の子が処刑されたらここに戻ってきたんですよ。なので、まあなんだろうな、ループしているわけじゃないんだけど、まあこの処刑される人と、これだね、あのプリズナーと、このピエロ、その組み合わせによってストーリーが、変化する系のデスゲームなんじゃないかなと思います。まあ、デスゲームのルール自体はすごく簡単だよね。もうなんか、やりようがないというか、テクニックのやりようがないですからね。このプリズナーはピエロに、まあ、罪をなすりつける、それしかないゲームでございました。で今回の死刑囚は、前回このミナちゃんでやったので、あ、すごい、これなんかあのスカートの模様みたいな感じであるけど、一回これやったよっていう証が出るんだね。あー、じゃあ今回この子をプリズナーにしようかな。風花ちゃんだね。前回言えば特に あんまり関わってこなかった子をちょっとやってみようかな。一応メインヒロインのポジションなのかな。これどういう意味あなたが処刑されるという意味です。で、このピエロ、このピエロを別の子にしようかな。まあ、この子曰く、この2人、左2人は仲がどうやら悪いらしいんだよね。ドレミちゃんのことを、ものすごく嫌ってるらしい、この風花ちゃんは、という話を聞きました。どうしようかな。ということで、その罵り合いがちょっと見たいので、これを見るか、ちょっとあえてピエロはこの子を前回やってるので混ぜるかっていう感じだね。まあでも悪いけど、まあちょっと関係性が悪い2人の話を見たい。多分風花ちゃんのことドレミちゃん嫌いだから、じゃあドレミちゃんのこと風花ちゃん嫌いだから、なんか罵り合ってほしいんですよね。ダブルピエロでお願いします。で、まあジャッジメント権ちょっとこの子らにあげようかな。まあ多分セーフティーになるとそんなに本性は表さないとは思うんだけど、これでいきましょう。今日もいいお天気だね。いいお天気ですね。風花はずるいよね。ほう。ずるいってわけわかんないもん。私の何がずるいの？なんかあれなのかな、何やってもこう様になっちゃう、何でもできる人間なのかな、風花ちゃんは。そういう何をしても可憐な美少女って感じで絵になるところが。なるほど、なるほどね。風花はいろいろとずるい。まあでも確かにね、ずるいなって思う人間いるもんね。なんか悪いことしてるわけじゃないんだけど、こいつずるいなってなんか思っちゃう。もうなんか全てが完璧というかね。髪の毛いつもサラサラで綺麗だよ。束ねてハンモックにしてみんなはお昼寝してみたいよ。皆さん騙されちゃいけませんよ。ミナちゃんはああいうキャラクターを演じてるだけです。愛玩動物でいることが一番この子にとって得だからやってるだけなんでね、気をつけてください。痛い痛い痛い、想像するだけで毛根が痛い。こういう子は髪の毛サラサラだけど、サラサラにする努力をしてなくてもサラサラなんですよね、きっと。あ、痛いってそっちの方。つーかさ、風花を見てると、神様とか遺伝子とかって不公平だなって思うわけ。まあでも多分家も金持ちで、家も金持ちってことは両親も美男美女なんでしょう。そんなことないもん。私はカリンの髪だってすっごい綺麗だと思うもん。カリンちゃんちょっともうちょっと詳しく知りたいな。なんか芸能人っぽいんだよな、若干。ミナちゃんのポワポワ可愛いのすっごい羨ましいし、ドレミの、あれ？ドレミの、あ、胸のことか、ドレミちゃんの。無理に探さなくていいから。ごめん。そう、胸のことでもなかったわ。確かドレミちゃんは一番胸がでかかったような気がするけど、そんなね、下品な
下せたことを考えてるのは私だけでした。すいません。てか風花ちゃんはドレミちゃんのこと嫌いだから多分これ言わなかったんだよね。こういうフラグですよね。みんな、お前の夢を今叶えてやろう。夢？この場で風花の綺麗な髪の毛全部むしってハンモックにする。ごめんやめて、くすぐったい。ドレミちゃんの羨ましいとこあるだろ。ドレミちゃんだって右の子でしょ。一番ね、一位に争う美少女だとは思いますけどね。風花ちゃんの髪の毛いい匂いだよ。どんなシャンプー使ったらこんないい匂いになるの？でもなんかすごい完璧みたいな感じのこと言ってるけど、ずっと髪のことしか言ってなくない？よくよく聞いたら髪しか褒めてなくない？別に特別なことはしてないよ。絶対に嘘だ。めっちゃお手入れ時間かけてさ。かけてんのかな。何もしてないのに綺麗なんからずるいんだと思うけどな俺は。風花は全然やってないもんと言いながら、いつも試験勉強してる嘘つき娘。なるほど。髪の毛綺麗でお勉強できて、その上影ではひっそり努力をしてて。天才が努力するタイプだ。お前どんだけ仮面剣道 V6 嵐ストロンガーアミーゴデラックスなんだ。ちょっと何言ってるかわかんないけど、カリンちゃんは仮面ライダーが好きらしいです。やめてやめて、みんなやめて。この人気者が皆さん覚えておいてください。この人気者、今までこの子だけは豹変したことがないですからね。このゲームは展開がとても早いですからね。ここからとんでもないことが。はい、チェーンデストラクション。不気味な拷問椅子はその鎖を巻き取り、死刑囚を無理やり引き寄せて着席させる。機械な仕掛けによりたちまちのうちに獅子にカセがはめられ身動きオーバー。それでは試練を始める。時間は5分。ちょっとね、5分はね短すぎるよね。デスゲーム運営からしてもなんか本性出るにしてももう5分じゃちょっと逆に出ない気がするけどね。本性生き残る10分は欲しい。存分に本当の自分をさらけ出したわ。まあでもミナちゃんはすぐさらけ出してたからね、頭いいと思うわ。もう切り替えが人としてねできる人間だと思います。足元の金網の下の床板が激しい音を立てながら横滑りして壁に飲まれていく。そして気がつけば少女たちは吹き出す青い炎の上で金網に寄せられている状態。出てこいよディレクター。いくら最近のテレビが過激だからって、これはやりすぎ。なんかこの子はタレントなのかなと思ってるとこもあるんだけど、ずっと仮面ライドの話してるからなんかただのテレビっ子説あるよね。ただテレビっ子なだけでなんかディレクターとかとか言っちゃう、ちょっと痛い子、痛い視聴者。カリンの短歌も足元から込み上げる猛烈な熱気に力を失っていく。さあさらけ出してくれんでしょうか。いやもう強かったよあの子は。ミナちゃんは一瞬でもうこの瞬間にひどいよってもう言ってましたからね。風花ちゃんもスッとこう5分だから切り替えてやっていただきたい。私からすると、風花大丈夫か。大丈夫なわけないよな。大丈夫なわけないね。くそ、なんて頑丈な、外せない。あ、ちゃんと外そうとしてんだね力ずくで。これであっさり外せちゃったらどんどんお笑いだよ。うん、だろうな。これだけの法仕掛けを用意できる犯人だ。おいいセリフいただいたよ。風花の椅子の拘束もこの首輪も外せるわけがない。行け風花。外せなきゃどうなっちゃうの。4人で仲良く網焼きステーキだね。お、見捨てるっていう感情はカリンちゃんには今んとこないですね。諦めるにはまだちょっと早いよ。もう少しだけ抵抗してからでも遅くない。お、なんかでも冷静だね。だよな。何か道具になるものがないか。テコにすればきっと。みんなも何かを探す。何かないかな。何かないかな。いや、風花ちゃんはなんか好かれてるね。前回はもうなんか探すみたいな感じは一切起きなかったのにね。諦めるにはまだ早いってのには同意するけど、残り時間にはみんな気をつけて、最後の決断を実行に移すにも多少の時間は必要だろう。うわー、切り捨てる話してますドレミちゃん。最後の決断ってなんだよ。少しでも多く生存者を出す方法だ。これ下手したら
これミナちゃんは爪甘かったから交換できなかったけど、ドレミちゃんにピエロが、ドレミちゃんにこうプリズナーが行く可能性もあるかもしれんな。ドレミちゃん、それってこの二人並んでますけど仲悪いっすよ。フーカちゃんを見捨てるってこと？ふざけんな！フーカを見捨てるだと？そうだ。あと4分でここから出る方法を見つけられなければ全員で死ぬか否かを選ばなければならなくなる。お、切り捨てますね。まさか仲良し4人組は網焼きステーキになるのもみんな一緒とか言うなよ。でもさ、そのピエロの立場であるその人間が言っちゃうとちょっと心象悪くしちゃうんじゃないかなっていう、ちょっとこれ悪事じゃろアリンコ状態ですね。これはお前薄情なやつだな。昔からお前には時々、あ、ちょっと薄情なとこあんですか、ドレミちゃん。やめて今はそんなこと言ってる場合じゃないよ。私のために争わないで。それにね、ふうかちゃんが今必死に考えてるの。お願いだから静かにしてあげて。そうだ、ふうかは一番頭がいい。頼む、ふうか、何か思いついてくれ。ふうか頭いいんだ。あ、これはドレミちゃんになすりつけるルートあるか？試す価値はあるかも。何か考えついたの？一回さ、あの処刑のさ、あ、わかった。ちょっと予想言っていいですか？ちょっとデスゲームマスターの私が。これ、一回このさ、交換するじゃないですか。ピエロに交換したタイミングで、まあ解けるわけじゃない。そのタイミングはチャンスなんじゃない、逆にとか言いながら交換してもらうのがこの風花ちゃんの狙いなんじゃないかなと。ね、一回だけ私の思いついたことを試してみたい。どうですか、私の勘が合ってますか、デスゲームマスターの。それにはここにいる全員の協力がいるの。はい、何でも言ってくれ。時間を無駄にしている場合じゃない。全員の協力とは？ドレミちゃん嫌な予感します。犯人が用意したこの部屋から脱出できる方法、うん、それは死刑囚に有罪宣告をして拷問レバーを引くこと。うん、そうね。すると死刑囚以外の首輪は外せるようになり、俺脱出用のエレベーターの扉が開く。あれ、醜いことを考えてたの俺だけですか？ふうかちゃんはこのゲームの正当攻略法を考えている？これだけなの。別に死刑囚が死ななければならないとかそういう取り決めはない。まあそうね。でも死刑囚はその拷問椅子に拘束されたまま逃げられないんだぞ。まあでも前回も痛いとかいう感じのことは言ってたけど、ミナちゃんが死んだ姿ってのは俺見てないからね。うん、すぐ第二ゲームになったから。仮に拷問が大したものじゃなかったとしても結局は焼け死んじゃうよ。うん、そう、結果的には死ぬ。でも首輪を外しエレベーターの扉を開くということに対しては必須ではない。ほう、何を言っているのかわからない。はい、俺もほうって言ったけどあんまよく分かってませんでした。ちょっと見張りました。拷問レバーを引くときにその拷問椅子に誰も座ってなかったとしたら、ほう、え、その状態をどうやって作るんだ？でも現に風花ちゃんはその椅子に手足を拘束されちゃってるんだよ。さっきこのデスゲームが始まった時、私は死刑囚だったから拷問椅子に引きずり寄せられた、うん、この椅子は犠牲者が飛び込んできたら手足を拘束する仕掛けになってる。でも死刑囚が引きずり寄せられずにいたなら、そうか、そういうことか。でも一体どうやって？これは初めが俺が思ってたことになるかな。まずピエロは自分の首輪の鎖をしっかりと固定するの。あー、でも結局は危険な賭けを、まあ俺と同じ考えかもね。まあ単純にそれは攻略法の可能性もあるから、みんなを信じ合ってやる結果成功することもあるけど、それはもうピエロの承諾がね。多分あの吊るされた檻に結んだりするのがいいと思う。なるほど。まさかそれで拷問椅子に引き寄せられるのを防げるつもりなのか？これドレミちゃんが死ぬことになるからな。言ったとしても拷問レバーが引ける保証がない。ドレミちゃんちょっとあれですね、前回と同じ感じになってますね。
ピエロって恐ろしい立場だな。うん、だからそれを試してみたいの。まあ、試すだけだから。試すだけです。拷問レバーを引けば首輪が外れ、エレベーターの扉が開く。うん、でもその時拷問椅子に死刑囚がいなかったら、どんな拷問が起ころうと無意味。そんな都合よくいくか。これだけの大舞台を用意する犯人なんだぞ。まあ確かにね。死刑囚を拘束して初めて拷問レバーが操作できるようになっているに決まっている。だから試すだけだからさ。だからそれを試したいの。そう、先っちょだけ試してうまくいったらミラクルラッキーだよ。あー、こうミナちゃんはドレミちゃんのこと全然好きじゃないからさ、うん、だから多分だけど確実に風花ちゃんの意見に乗るよね。試す価値はあるぞ。あるぞ。ピエロはドレミだよね。お願い、力を貸して。これは貸さんけど、貸さないけど、それを貸す貸さないを有罪を決めるのはあの二人だから。嫌だ、絶対に嫌だ。おお、それは嫌ですよね。私はそんなことには協力できない。どうしてだよ。うまくいく保証はないが、試す価値はあるじゃないか。そうだそうだ。うまくいかなかった時、死刑囚は誰だ。私じゃないか。まんまと死刑囚を出した風花は他の策を探すふりをして時間を浪費する。そして最後の時、死刑囚の私を生贄にすることをしぶしぶと決めるんだ。まあでもなんだろうな、普通にこれが一周目で俺やってるんだとしたら、いやいやいや考えすぎでしょって思うけど、ミナちゃんが前回なんかドレミちゃんのこと嫌いなやつがとか、なんかん、いや、カリンちゃん、あ、カリンちゃんのことだっけ、なんか言ってたのよね。どうだっけな。風花の腹黒さを私は知ってる。騙されないぞ、絶対に。属性の嫌いさってなんか関係あるかな。あの、水、土、風じゃないですか。なんかそういう風にお互いを嫌い合ってんのかな。火は水嫌いみたいなさ。火のこと、火は水のこと嫌いでしょ。でも土とかもな。私が何を騙すっていうの。うん、それに試してダメだったらまた私を死刑囚に戻してくれたらいい。そうそう、そういうことあるから戻してくれて大丈夫っす。信用できない。有罪宣告ができる断罪者は一人だけなんだよ。私に有罪を宣告した後に、その断罪者がもう宣告ができないような事態になったら。あー、確かに何回もな、できないかもしれん。そしたら私が死刑囚で確定してしまう。まあでもこい、まあここだけ言うと、まあ別にこいつが悪いやつではないですよね。そりゃ死にたくないからね。宣告できないような事態ってなんだよ。風花が断罪者の私かミナを襲ってくるっていうのか。風花ちゃんがそんなことをするなんて思えないよ。やってほしいわ。そんなことしてほしいわ。ドレミ、あなたを騙すつもりなんてないから、お願い、とにかく試させて、時間が欲しいの。そうそう、試すことは大事だから。いや、嫌だ。風花を信用できるものか。どうして信用してくれないの。私、ドレミに嘘をついたことある。しらじらしいんだよ。おー、の本性なんて知り尽くしてるんだから。おー、出たぞ。やめろよ、こんなことしてる場合かよ。ドレミも落ち着けって。本性って何ですか。無罪。おおおお、ドレミの体が恐ろしい力で拷問椅子に引き寄せ、引きたぐり寄せられた。おお、窒息して仕掛ける、仕掛けてうなる彼女の手足を数奇な仕掛けはたちまちのうちに拘束してしまう。もう前回は入れ替わなかったのに入れ替わりましたね。どういうこと。誰が今無罪って言ったの。いや、それはミナちゃんですよね。嫌いだからね。風花ちゃんが時間が惜しいって言ってるのに、グダグダと拉致が開かないんだよ。いいよいいよ、ミナちゃん今回も暴れてくれるかね。ドレミちゃんのピエロが協力してくれないなら、風花ちゃん自身がピエロになって試せばいいね。これなら別にドレミちゃんの協力なんかいらないんだよ。いいよ。それはそうだけど、ミナ、どうして。
嫌いですからね。でもまさか結局この2人の話になるのかな。何を私に裏切られる顔みたいな顔してる。顔やめろ、顔その目やめろ、どこ向いてんねん。この際だからいいよ、はっきりと言わせてもらうけれど、ずっとミナのターンだな。ミナはドレミちゃんのことずっとずっと嫌いだったよ。お前選ばなくてもこうなんだね。だって嘘つきだから。本当に大切な大切な約束をケロリと破って忘れてたとかあっさり言える子だったから。大切な大切な約束って何でしょうね。ドレミは約束を破るような子じゃないよ。フーカちゃんとドレミちゃんは仲悪くないのかね。どんな小さな約束も律儀に守ってくれる義理がたいフーカちゃん。みんなはフーカのこともまあ好きなんだな。どんな無理な約束も全力で守ってくれる頼もしいカリンちゃん。みんなはカリンちゃんのこと好きですからね。逆は嫌われてますけど。でもドレミちゃんは違うの。ドレミちゃんは守らない。それ以前そもそも大切な約束という意味さえ理解していない。天然のダメ人間。言うな、こんな状況で。わからない、これは夢。まさかこんな嫌われてるなんてって感じでしょうね。どうしてあんなにも仲良しのミナが私にこんなことを。まあ、でもな、うん、さっきね、風花ちゃんのことあんな感じで言ってましたからね。そういうのがちょっと透けて出てたんじゃないでしょうかね。何があったか知らないけどさ、ミナもちょっと落ち着けって。5分しかないよ。残り時間があと何分か分かってる。分かってるならそういうお友達ごっこは今はやめようよ。普段は仲良し4人組ってことになってるから、私も上辺は仲良しを装ってる。全然仲良くね。ドレミちゃんともうまくやれてる風を装えてる。でもね、今はそんな時じゃない。本当の本音で喋らなければならない時だから、はっきり言う、重ねて言う、心の底から言う。私はドレミちゃんのことが大嫌い。死んじゃえばいいって思ったこともある。よく大嫌いで死んじゃえって思ってる子と一緒にいるな。嘘だ嘘だ。グループ付き合いの難しさだよな、これ。この4人でなんかね、 YouTube グループ YouTuber グループとかやってほしいな。ね、ドロドロしてほしいもん。こんなこと言うなんて。ドレミはミナのこと好きなのかな。嫌われてるやつの逆はめっちゃ好きなのかもな、このゲーム。私、フーカちゃん、まあ、私も心当たりがないわけじゃないよ。あ、え、たまに話の流れで私を信用してよみたいな、そんな話になる時ってあるでしょ。お、ミナはそういう時ほとんどの相手には無条件に信頼するような態度を見せるのに。ミナのこと嫌いなくせに。ドレミがそういうことを言った時だけはいつも巧みに信用するという表現をしなかったんだよ。ドレミは信用をしないんだな。カリンちゃんには気づかれちゃってたんだね。あ、そういうことか。このミナちゃんに対してミナちゃんが他のメンツをってことか。うん、そうだよ。私たとえ嘘やその場の雰囲気であってもドレミちゃんを信じてるなんて絶対口にしたりなんかしないんだから。何をされたんだよ君は。どうしてミナちゃんにそこまで言わせるような、どんなことをドレミはしたっていうの。こういう何をしたかをちょっと教えてほしいよな。前回も結局分かんなかったもんね。忘れてた。だってその顔やめなさい。ドレミちゃんは月曜日に聞いた私にすっすごいそっけなくそう言ったんだよ。忘れてた。ああ、土日になんか約束してたと。私がどうしていなかったのと聞いたら、それが何のことかさえ思い出せないようにしばらく思案してからようやく口にしたのが忘れてたの一言だけ。どんだけ大事な約束を破ったんだろうね。ドレミちゃんはね、どんな約束をしていたのかさえ忘れてたんだよ。
一体どんな約束を破ったってんだよ。どんな約束を破ったの。今となっては大したことじゃないよ。小学校の時のたわいもない約束、今口にしたところで本当につまらないくだらない約束。やっぱみんな小学校時代になんかとんでもない裏切りをされてるんだな。でもその時の私には本当に本当に大切な約束だった。ドレミちゃんを信じてずっと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 待っていたんだよ。その一回でずっとこう引きずっちゃうんだね。もう分かんないけどね、ちっちゃなことって言ってるけど。それに対するあんたの言葉が忘れてたの一言だけ、ごめんなさいもなかった。まあね、それは謝るべきだよな。じゃあ今謝るよ。ごめんね、みんな。何の約束か本当の本当に全然思い出せないけどさ。めっちゃ怒ってるな。本当にごめんよ、みんな。小学校の頃の、お、なんだかくだらない約束の一つや二つで来てるぞ。随分と根に持ってくれて本当に申し訳ないね。いいよ喧嘩しろ。どうせくだらないキーホルダーをあげるとか、ちょいと匂いのついた消しゴムをあげるとか、その程度の約束だったんでしょ。その程度の約束だった気がする。あんたいつも私からガラクタを恵んでもらってたもんね。犬かよお前は。お、あんたの家の方がずっと金持ちだったくせに、うちの方がずっと貧乏だったのに。お、あんたは一度でも私に何かをくれたかよ。私からもらうばかりで。この泥棒が。いいよ喧嘩しろ喧嘩しろ。 やめてよドレミ、そんなこと言わないで。フーカちゃん全然試さないな。いいんだよフーカちゃん、今は本音で話し合う時間だから。だから私ももう一度言うね、トレミちゃん。なんか昔から小学校の時から大嫌い、全然信用してない。この少女たちの罵り合いを少年はどんな風に見てんだろうね。どういう気持ちで見てんだろうね。あわわわわわって言ってんのかな。もう意外と風花ちゃんを主役にしたかったのに、なんかこの二人が結局仲悪い感じになっちゃってんな。あ、すっきりした。お、ゲロ。何年間も溜まってたゲロを全部吐き出せた気分だよ。ゲロかす。ほら、ふうかちゃん、時間がないよ。ふうかちゃんの鎖を釣ってある檻に縛って固定するんでしょ。お、お、やるのかふうかちゃんは。そうだ、時間はもうほとんどないぞ。ふうかちゃんやるのか。他にも試したい手はあったけど、もうこれ一つしか試せない。お、試すんだ。ふうかは自分の首輪につながる鎖を手繰り寄せ、それを少年の檻の格子に絡ませ縛りつける。ごめんね僕、揺れるかもしれない。あ、これ僕って僕っ子ってわけじゃないのか。ふうかちゃんこの子のこと言ってんのか。仮に私の策がうまくいってもこの子は救えない。今んとこ風花ちゃんはマジでただいい子だな。もう一人の断罪者はカリンちゃんだよね。風花ちゃんの椅子の脇で待機して、時間を無駄にできないから、私が風花ちゃんを死刑囚に戻したらすぐに拷問レバーを引いてみて。おお、どうだ、やるのかな本当に。わかった。あとドレミちゃんはこれから一時的にピエロに戻るけれど、席を立たないことをお勧めするよ。まあでもドレミちゃん的にはまだ戻れるからいい方だよね。下手に席を離れてまた引きずり戻されて痛い思いをするの嫌でしょ。みんな。いやでもさ、助けようってせかしてくれてるだけよくない。こうやってもじもじなんかね、ぐちぐち言い合って時間切りよりはいいじゃないですか。じゃあ始めるよ。やっぱミナは頭切れんだね。うん、こういうピンチの時に行動できる女ではあるんだよ。無罪。ミナの宣告に再び死刑囚に戻る風花。風花の拷問椅子が再び拘束しようと彼女の首輪の鎖を恐ろしい速度で巻き上げる。
しかし次の瞬間その鎖は吊るされた檻を激しく引き寄せ、そこで力が均衡する。大丈夫なのか。依然として拷問椅子がギリギリと鎖を引き寄せようとしているが、風花は無事。あ、やった成功だ。おお、攻略法見つけたのか。これこれで私は死刑囚だけれど拷問椅子にはいない状態。これで座れるかどうかですよね。あの座れるというか、あのドアを開けれるかどうかですよね。それで改めて宣告有罪。そして、うん、私が拷問レバーを引くんだ。やって、カリン、カリン大丈夫か。あーやっぱ引けないのか。ダメだ、ロックされてる。ピクトもしねえぞ。畜生。これはじゃあ誰、この死刑囚の席に誰か座ってないともう終わりってことだ。さあここで風花の本性が現れるかも。残念だね。うわ、じゃあ改めて無罪。みんなひどい、ひどい。その宣告により死刑囚は再びドレミに移る。ひどい。風花を引き寄せようとしていた鎖はだらりと緩む。ほらね、できやしない。ひどい、努力だった。なるほど、この権限をミナちゃんに与えてしまったことによってこの二人の争いが。あ、なんだ。あ、時間ない。足元の炎が強くなったぞ。ドレミちゃんが協力してくれなくて時間を浪費した結果だよ。ドレミちゃんどんまい。いや違う、これはあんたが望んだ当然の結果だ。ミナは最初から生きてここを出るには生贄が必要だと分かってた。もうミナちゃんはすぐにね判断できる子だから。そしてその生贄が風花か私なら、それは昔から大嫌いな私にしようって決めていた。風花がおかしなことを試そうと言い出したから、それに便乗しただけで、どういう運命をたどろうと私がこうなる結果は決まっていたんだ。うん、そうだよ。パチ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 。ドレミちゃんの狙いは時間を浪費させてみんなを追い詰め、死刑囚の風花ちゃんに生贄を納得してもらうことだった。なるほどね。ミナはね、風花ちゃんが大好きだから絶対に見捨てない。大嫌いなドレミちゃんとチェンジできるなら喜んでするよ。ドレミちゃんどんまいやで。地獄なのか。地獄です。今から本当の地獄になるさ。ドレミちゃんどんまい。みんな死ね、死ね、死ね。私と一緒に焼け死ね。この処刑のレバーを最後に引くのはカリンちゃんなんだよね。でそこのレバーを引かないと、あの他さんには脱出できないわけだから、まだカリンちゃんがどうするかあるよね。まあドレミちゃんは死にますけど。有罪。あ、ミナが有罪を宣告するとドレミを拘束するゴーモイスから小さな音がした。おそらく会場音。ゴーモイスがしっかりと獲物に食らいついていることが確認できたため、拷問レバーのロックが外れたに違いない。カリンちゃん、拷問レバーを引いて。これカリンちゃんが引くのか。引けんのか。一緒に焼け死ぬ。辛いよ、焼け死ぬのは。止めたいけれど、止めたら自分も死んじゃうから。何も言わない腹黒風花。あ、嫌いなのかな、ドレミちゃんは。やっぱ風花のこと。そして普段はあれだけ正義のヒーローを気取ってるくせに、ここ一番でミナに顎で使われてる軟弱カリン。いいよ、私を生贄にできるならやってみるといい。できたらご褒美あげる。一生耳にこびりついて消えないすっごい断末魔を聞かせてあげるから。誰が用意したんだよこれ。あ、あ、精神攻撃来るぞこれ。音楽に合わせて流れてくる音符をタイミングよく押せばいいの。出たぞこれ。一瞬日常に戻って、このプレイヤーたちにちょっとした精神攻撃をこれね与えるんですよ。で最後の最後でさらに どでかいこの日常を見せてね、あ、この二人仲いいのになんでこんなことになっちゃったけろってなる感じの精神攻撃ですよこれ。それで
敵はいつ襲ってくるんだ。ゲームしてんのかな。妨害とかはないんだよ。スコアだけで競い合うな。音符を壊すゲームなのか。ドレミちゃんちはね、貧乏でお金ないからゲームやったことないのよ。違うよ、音符に合わせて踊ってライブをするゲームなの。音ゲーか。照準に合わせて血煙の中を踊らせてデッドオアライブするゲーム。合ってます。それでね、素敵なアイテムがいっぱいあって自分だけの個性が出せるんだよ。でもこの段階ではね、ミナちゃんは この子のこと嫌いなはずなのにね、仲良くしようとしてるね。 LMG にラピファカクマガでトリガーハッピープレイ。ミナはね、今はキュートチャラチャラ系スポーティー装備で固めてるの。私も今はステルス系ナイファー装備だ。何の話をしてんの。それでね、ゲームが終わった後にコーデに使うカードが出てくるんだけど、あ、これはあれなのかな、あのおしゃれ魔女ラブ&ベリー的なゲームの話かな。何回プレイしてもミナの欲しい SR が出ないの。私も何回プレイしても乱暴なコマンドのトロフィーが取れない。全然違う話してんな。右はおしゃれ魔女の音ゲーの話してんのに、左はなんかね、エーペックス的なゲームの話してるんだよな。ね、これがね、ミナが探してるコーデカードなの。この水着みたいな絵のカードがミナの欲しいものなのか。ではこのカードを見つけてきたらミナは喜んでくれるのだな。え、見つけてくるのかい、お金ないのに。それはもちろんだけど、これは本当にレアなカードなんだよ。持ってる人も見つからないからトレードも難しいし。ならばそれこそ探す価値があるというものだ。優しいじゃん。ねえ、泥棒ですよそれは。貧乏な方にね、それを手に入れさせて。君は金持ちなのに。それ以上の価値がある。大好きなミナが喜んでくれることにはな。でもドレミちゃんはミナのことそれなりには好きだったわけだからね。ドレミちゃん今は嫌いだろうけど。ミナは昔から何度も何度も私のささくれだった心を癒してくれた。それを思えば恩返しにもならないが探してみる。期待して待っててくれ。どうやって探すんだ。ドレミちゃん、メルカリか。見つかっても見つからなくてもミナは嬉しいからね。あ、戻るぞこれ、戻るぞこれ、大好き、戻るぞ、戻るぞ地獄に。精神攻撃来るぞ。うおすげえ演技だな。声優さん大変だな。すげえ。ドレミちゃん、そのおぞましい断末魔の声に少女たちは耳を塞ぐことも許されなかった。自分たちの首輪から仕掛けが解除されるような音がして、首元のネジ巻きが回せるようになっていたから。やっぱ引いたんだな、カリンちゃん。廊下の炎は勢いを増し、今度こそ部屋の全てを飲み込もうとしている。なおも続くドレミの断末魔に耳を塞ぐこともできず、少女たちは自分の首輪を必死に外す。くそ、くそ、何回回せば外れるんだよ。熱い、ああ、もうダメ、ああ。大丈夫か。もう、ダメ。少年、ごめんね、僕。ひどいものやな。女の子なんてね、可愛いのは見た目だけ。やめろやめろ、こうなんか悲しい現実を突きつけるな。一皮むけばトロトロのギトギトのネバネバのケロカスが詰まってるだけのケロ袋なんだから。やっぱゲロカスなんだねこのゲームは。女の子に素敵な夢を見ちゃってるんだったら。いいお勉強になっちゃったね。みなちゃん怖いよ君。怖い怖い。怖い。集中線やめろ周りの。少女たちは吹き上げる火柱に飲み込まれ、火だるまとなって転げ、え？押さなかったの？え？押さなかったのか、間に合わなかったのかな？先日言ってた。コーデカードを持ってきた。いや持ってきてるじゃんドレミちゃん、お金ないのに。え、本当に持ってきてくれたの。わーい、ドレミちゃん大好き。泥棒がよっつってたのに。何のカード。ほら
ゲームセンターにあるレイヤーズパラダイスの衣装のカード。レイヤーズパラダイス、すごいすごい、かわいい。やっぱり SR のコーデはかわいいよね。見せて見せて。お邪魔女ドレミちゃん、いい子じゃないですか。めっちゃ輝いてる。股間フリル付き競泳水着とは実にいい。なんか機能性とものすごく機能性の意味がないな。いいよね、いいよね。見せて見せて見せて。こうやって持ってきてくれたんだから、小学校のこと許してあげないよ、みなちゃん。今取り出す。待て、やっぱ SR だとすっごい価値があるわけ。あるよ。メディカルですっごい値段がついてて、それでもすぐに売り切れちゃうんだよ。それをどうやってドレミちゃん手に入れたの？家が貧乏なんですよ。そんな価値のあるものをひょいとあげちゃうなんて、ドレミはすごいね。ミナが喜んでくれると思って、いろいろと努力した。いやもう本当にドレミちゃんはミナちゃんのこと言うて好きだったんだよ。最初は私もメディカルとかを探したのだが、高すぎて手が出なかった。次にゲームセンターに行って自分でもプレイしてカードを手に入れたが、 SR は出なかった。そうだから SR なんだよ。出ないよね、なかなか出ないんだよ。どうやって手に入れたんですか？それで作戦をわらしべ長者に切り替えた。トレードシステム。なるほどね、トレードってわけか。そこでレイパラの様々なカードのレアリティや価値を徹底的に調べ上げた。いやここまでやってくれたんだよ。なんでミナちゃんそう許してあげないの、小学校の頃の。試験期間中だったよねそして交換のためにレイパラのイベント会場限定カードをゲットするべく、あちこちで並びまくった。あーなるほど、あのプロモカード的なのを手に入れてトレードしていったんだ。炎天下の行列の中、愚かな男どもに喉が渇く飴を与えペットボトルと交換で様々な SR を集めそういう交換の方法か。そしてトレード掲示板でじっくりロムって相場と駆け引きを学び、ロムって、さらに事情通のふりをして次のバージョンで特定の SR にコスバトルのパラメータ情報修正があるとの風説をルフ。やばいやばい、すごい。次のバージョンで舞踏会シリーズがパワーアップって噂デマだったの？みなちゃんも騙されてる。相場操作の上でいよいよトレードに。しかしトレード詐欺に遭い、集めた高価値カードがみんなパーに。なんてこった。しかし何度もイベントに通っていたため、開発スタッフと仲良くなれて、お詐欺の件を同情してもらえて、かい念願のカードを無事にゲット。開発スタッフにもらったの。すっごい回り道だったね。というかその一枚を手に入れるのにめっちゃ苦労してるよ。いやめっちゃいい子じゃんね。えあんなこと言ってたけどさ、これはもうちゃんとみなちゃんが好きだったんだよ。ドレミちゃん、よくそれだけの苦労ができるものだね。ミナの愛くるしい笑顔はうわナイスです。いやなんか前回はさあ、なんかやらかしたんだな、もう無理だなみたいな。でも今回はだってなんかね、許してあげたらってちょっと思っちゃうよね。そのために私はいくらでも努力できる。私ドレミ派ですね。ドレミ派、ドレミちゃん派ですわ。これはミナちゃん派というよりは許してやれよって思う。ドレミちゃん、そのカードちょうだいちょうだい。泥棒がよ。ほらほらこっちこっち、ワンワン言いながら取れたらプレゼント。めっちゃ苦労してますよこれ。キュンキュン、わおーいSR、SR 泥棒がよ。ミナもすげえぞあそこまでプライド捨てられるんだな。関係者のスタッフにもしかしたらさ、体を許してるかもしれないぞね。えそこははしょったかもしんないけど、なんかそんな匂いもするぞ。大丈夫か？うしちゃうな。それぐらいやってくれたんだぞ。それだけの努力ができちゃうなんて。まあね、小学校の時からドレミはずっとミナを猫可愛がりだからな。やっぱあれなんだな、嫌いな相手がめっちゃ好きなんだなきっと。そういうことなんだね。嫌われてる相手にことがめっちゃ好きなんだ。ミナちゃんもカリンちゃんが一番好きだけど、カリンちゃんはミナちゃんのこと嫌いなんだよね。ほらほらミナワンコ、 SR カードはこちら。でも心の中ではめっちゃミナちゃんは嫌いなんでしょ。うまい。
かけていく2人を風花とカリンは微笑ましそうに見送っていた。はい、これが第二の精神攻撃でございます。あれ？これ仮面剣道のカードだよ。おやおやおや、頑張ったんだけどトレード詐欺の時に全部なくしちゃって、え？ぬか喜びさせてしまってごめん。いや、ないんかい。代わりにもならないだろうけど、私の持ってる唯一のカードなんだ。ないんかい。いいよ、ドレミちゃんの気持ちは受け取れたから。関係者からもらったのは仮面剣道のカードだったってこと？いや、どういうこと？ドレミちゃん大好き。いや、もう毎回ドレミちゃん大好きで終わらせんじゃないよ。精神攻撃するんじゃない。今のでちゃんと SR のカードだったらこの時違ったかもしれないもんね。あ、時間が巻き戻るよ。巻き戻るというか、あ、時間進んでんな。これ前12であって1周目終わった時1になったんですよ確か。はーい、ということで、ピエロが2個になってるマークが。なるほど、こうなるんだね。いや、なんかさ、風花ちゃんの話が見れんのかなと思ったんですよ。そしたら風花ちゃんまたしても空気でしたね。いや、絶対風花ちゃんの話が見れると思ったら、もう前回のこの補足というか、うん、前回1周目を受けてのなんかね、補足の週になりましたね。まあ、ある種当たりだったかなと。流れ的にはミナちゃんはカリンちゃんのこと好き、だがカリンちゃんはミナちゃんのこと好きだったから殺されてしまいました。で、ミナちゃん、その1周目の中でミナちゃんはドレミちゃんのことが嫌いだと判明した。それがどういったことだったのかっていうことが、今回の2周目で、分かることができました。いや、面白いねこれ。なんだろうな、デスゲームものとしてはすごいなんか分かりやすくて単純なのに、この女の子たちのこの罵り合いとか性格とかそういったものでもピカイチになってね、すーげー面白い、さすがって感じですね。はい、ということでご視聴ありがとうございました。こちらのゲームね、まあ実況関係ちょっとまあどうなのかなみたいなことでちょっと許可をいただいてプレイしたんですけど、冒頭でも、冒頭というか一パート目でも言った通り、ちょっと、今回はここまでという、ここまでのね、2周までっていうね、2周どれかのルートをやっていいよっていう、約束のもとやらせていただきましたので、まあ、とりあえず、こちらで終わりという形にさせていただきます。いや、面白いんでね、もうラストまでやりたいんですけどね、普通に、これ組み合わせ的には何ルートあんだろう？ピエロと、死刑囚の組み合わせ、死刑囚だけの組み合わせなくて、ピエロと死刑囚の組み合わせなので、何ルートあんだろう。12ルートぐらいあんのかな。いや、どうだろう、ちょっと確率の計算をもう今できる感じがしないのでわかんないですけど、まあ結構なルート数ある感じなのかな。なんか風花ちゃんが目立たないから、なんとなくの予想なんだけど、風花ちゃんが黒幕なんじゃないかなって思ってるんですよね。このグループ、このグループはそれぞれお互い嫌い合ってることが分かって、分かって、ちゃんと真の友達になるために、ちゃんとした誤解を解くために、まあ、この中のメンバーの誰かがこれを仕掛けて、こういった極限の状況をわざと作り出すっていうことをしようとしてんじゃないかなと思うんですよね。で、少年の髪の色って、風花ちゃんの髪の色と似てなかった？どうだっけな。そういうのもやっぱ少年の存在は絶対誰かだとは思うので、まあどうなんでしょうね、ちょっとわかんないな。俺は風花ちゃんのルートを見なかったから風花ちゃんを怪しんでるだけなのかもしれないんですが、いや面白いですね。皆さんもぜひ、買ってプレイしてみてください。スイッチとかね、プレイステ4とか、いろいろありますので。はい、ということでご視聴ありがとうございました。ゲロカスでございました。大変ゲロカスで素晴らしいデスゲームでございました。ご視聴ありがとうございました。